い、どうもトシです。イエーイのイエーイ。今日はですね、エンシェールズカラーバターブルー3色を見比べていきたいと思います。はい、で早速なんですけど、まず1つ目の前提条件ですね。はい、ブリーチしてない暗めの茶髪6、7レベルに染めてみました。このぐらいの茶髪、はい、よく見てください。このぐらいの茶髪、暗めの茶髪ですよね。はい、が染めた場合です。これが前提条件になりますんで、まず間違えないようにしてください。はい、で使ったお薬です。まずはキャンディーブルー、はい、こちらキャンディーブルー、キャンディーブルーがこの辺ですね。はい、で次に、はい、サファイアブルーです。サファイアブルーが真ん中なんですけど、このぐらいかな、この辺ぐらいです。はい、で次にネイビーブルーです。ネイビーブルー、はい、こんな感じか。はい、いかがでしょうか。キャンディーブルー、キャンディーブルーはグリーンもしくはマットです。はい、緑系に傾くなぁと思います。サファイアブルー、やっぱちょっと暗くなるですかね。ただアッシュ味が出ます。アッシュ味がちょっと暗くなるんですけど、アッシュ味が出てる感じがします。はい、いかがでしょうか。こうキャンディーブルーと見比べると、サファイアブルー、まあ、光の加減にもよるんですけど、ちょっとこうアッシュ味が出て暗くなるってイメージですね。ネイビーブルーです。はい、ネイビーブルー、やっぱネイビーブルーが一番暗いんじゃないですか。はい、ほら見てください、ネイビーブルーが一番暗い、一番アッシュが強いんじゃないですかね。ネイビーブルーが、ネイビーブルーの方がよく見るとやっぱ暗いですよね。はい、ただアッシュ味が強い。でその次に暗いのがこちらサファイアブルー、はい、アッシュ味もやや強いです。ただネイビーブルーの方が暗くてアッシュが強いです。に比べてキャンディーブルーです。キャンディーブルー、こちら、はい、マットっぽい感じですよね。はい、グリーン味が一番強いです。はい、ただアッシュ味ってないかな、グリーンマットっていう感じで、まあ、そんなに暗くなりすぎてない感じです。よく感じてみてください。いかがでしょうか。まあこの辺はよく見て感じていただくっていうのが一番いいかなとは思います。もう見たままです。ですので皆さん、こんな感じになりたければもう非常にドンピシャで入ります。ただ嫌だなとかっていう場合はちょっと違う色をチョイスした方がいいんじゃないかなと思います。いかがでしょうか。はい、どれもでも非常に綺麗なんでおすすめできます。ブルー系暗めの茶髪に入れるとちょっとアッシュマット、まあ、暗めになるけど、まあまあいい感じです。いかがでしょうか。はい、はい、ご視聴いただきありがとうございます。ぜひですね、チャンネル登録よろしくお願いします。まずイエーイのイエーイ。